青いレ奈ナは、プラチナムプロダクションに所属していた、日本の元グラビアモデル、タレント、元レースクイーン。宮崎県出身。愛称は、レーナッツ。2016年、スーパー GT、グリーンテックサーキットレディ、スーパーフォーミュラ、KCMG エンジェルスの2カテゴリーで、レースクイーン活動を行う。2017年、スーパー GT500 クラス、京浜ブルービューティーズに就任。 この年から、京浜はレースのみならず、レポーターとして、ファンをつなぐ役割を果たす、京浜ブルーナビゲーターが設置されたため、実質的なレースクイーンは、青のみとなった。2018年と2019年も引き続き京浜のレースクイーンを務めており、歴代最長の3年間にわたる、京浜ブルービューティーを務め上げた。この間東京モーターショーに2回参加しており、2019年は、 京浜レースクイーン王子の佐藤彩穴や、うねめかと共演している。またフジテレビのボクシング中継、ダイヤモンドグローブのラウンドガールも務めており、2019年7月12日に開催された WBA 世界ミドル級タイトルマッチ12回戦、村田亮太、ログブラントでは、村田が勝利した後のインタビューで、共演した天野真菜と共に号泣するシーンが映し出され、話題となった。 趣味は釣り、料理、裁縫。2019年11月に行われたスーパー GTDTM 特別交流戦への参加をもって京浜のレースクイーンを卒業。京浜ブルービューティーの後任がプラチナム所属の横田理科となったため昭和生まれの京浜レースクイーンは彼女が最後となった。その後2020年1月10日、自身の SNS で プラチナムプロダクションを退所し引退することを表明。同年5月4日より、自身の YouTube チャンネル、青いレーナの日常を開設し、YouTuber 活動を開始。同年10月16日、一般男性と結婚していたことを同チャンネル内で発表し、同11月9日、第一子を7月4日に出産していたことを明かした。青いレーナの日常、購入品、 人生初の MacBook Pro16 を知識ゼロで開封レビュー。YouTube 2020年6月24日閲覧。青いレーナの日常皆さんからの質問に答えます。後編 YouTube 2020年11月13日閲覧。青いレーナの日常ご報告。出産しました。新しい家族を紹介して楽しく遊びます。 YouTube 2020年11月13日閲覧。ありがとうございます。